落合さんとなんか喋り機会ってないじゃないですか、はい、当時もやっぱり右バッターの最高バッターですから、そっちが気になって結構裸が好きもう指で噛めみたいな感じで言われたりとか、落合さんの一番の思い出はね、オールスターの時にお風呂場でね、ご一緒させてもらった時に、はい、それも広沢さんと一緒に出ててね、落合さんとなんか喋り聞かれてないじゃないですか、はい、当時もやっぱり右バッターの最高バッターですから、こう湯船に使ってた時、湯船に入る前に落合さんと一緒になったんで、はい、広沢さんと二人でここ入ってたら、広沢さんがお前ちょっとバッティングセンター聞けと、落合さんに聞けと落合さんに聞けって、僕がですかって感じで、そんな指令が出るんですね。で、僕広沢さんと大学で言うと4年1年なんですよ、はい、神様奴隷の関係なんですよ。広沢さんに行けって言われたら行くしかないんですよ当時ね。分かりましたって言って、で落合さんバッティング教えてもらえませんかって言ったら、おいいよって言って、あの先の中止で、で湯船に、東京ドームの湯船にちょっと使ってたんですよ、はい、そうしたらそこで使ってた落合さんが立ち上がってバッティング談義を始めたんです、こうやって、すっぽんぽんで使ってた落合さんが立ち上がってバッティング談義を始めたんです、こうやって、すっぽんぽんで貴重です、ね、こうやって打つんだよ、インコースアウトコースだって、こうやって、ただ僕らね、僕ら2人指で使ってて話聞いてるから、そっちが気になってミニ落合の方が結構もう10分ぐらい真剣に教えていただいた。もうこれが本当僕らにも全然教えていただきましたね、それがすごい、なんか意外といえば意外だったです、当時の落合さん、なんかなんとなくこうあんまりこうみんなとお話しされる感じじゃない、うん、まあ、俺流とかよく言ってた時代だったんで、なんか教えていただきましたね。それでちょっとやっぱ変わっていったんですか、バッティングの感じは。まあ、僕らもね、もうよく落合さんモノマネしながらこうやってやってましたから、ああなるほど、そういう感じで打ってんだっていうのはすごく分かりましたね。でもすぐアウト、すぐダメじゃん。なるほど、水野の足がすごいって出た、割れないんです。割れないの？割れないです。あれ監督で何かこう言われないですか、そういうこうベンちゃんこれやれとか、なんかこう自分もこうやってたからお前もこれやれみたいな、まあ素足で打てとか、要するに足の指の感覚が大事だって言って、靴脱げって言って裸足になってこう指で噛めみたいな感じで言われたりとか言ってたね。あとは結構裸が好きでね、落合さん必ず裸になってバットを振らせる、必ず裸になってバットを振らせる。若手を教えるときにですね、はい、まあ、僕も一回風呂場、同じ風呂場で調子悪いときにちょっと来いって言って、うん、浴槽で振れって言って、まあ、要するにここをしっかり挟めと、うん、裸になると動くじゃないですか、それしっかり挟めと、うん、っていうのを風呂、まあ、僕は風呂場で、若い選手結構風呂場であったんですけど、一回福岡、ちょっと待って、外にいるのに風呂場に来いって言われる、いや風呂場入ってる、入ってる時、ドームでこう試合終わって入ってるじゃないですか、はい、ちょっと振ってみろみたいな、振ってみろって言って言うときは大体あの裸が多いんですよ。で、あとはやっぱり福岡のな、遠征行ったときに若い選手が食事会場でバッティングの話をちょっと質問したんですかね、若いやつが、そしたらちょっと中のフロアの手伝いをちょっと外出てくれって話になって裸になれと、で裸になり全裸になって振ってみろって言って、でここをしっかり挟むんだみたいな、そうやって教えるのが好きです。へえ、初めて聞いた。それはなかったね。あ、そうですか。裸になればなかったね。もう初めて聞いた。そうなんだ。そうなんです。あんまりそれは外にみんなも言いたくなかったのかもしれないね球界にも噂になってないっていうぐらいだから、そうなんです、他球団に届いてないってことは。